はい、皆様どうも、マフロです。それではファイナルファンタジー14やっていきましょう。はい、前回ね、まあだいぶ前になるんですけども、イフリートの方、はい、白で攻略、パーティーで攻略したんですけどもね、あれから結構やりまして、侍60になりました。白を上げてね、侍に移りました。はい、まあ言っても、あの白50までになって侍取得したら、もう侍は50からのスタートだったんで、まあそんなにかかってはないんですけども、メインストーリーも進めまして、いろいろいけるようになりましたんで、レベル60になったということでね、あのソロで一回挑戦してみようと思います。ソロでのやり方なんですけども、ここね、人数制限解除、ただしアイテムは出るけど経験値がもらえなくなるというね。まあでも、まあソロだとゆっくりできますし、レベルを上げちゃってパーティー嫌だからっていう、ソロでやりたいっていう人もこれならなんとかできるかなと思います。はい、サスタシャはね一回取っておりますんで、タムタラの、墓所、墓所はい、ここの方をねちょっとソロでやってみようと思います。まあ敵自体は弱いと思うから余裕だと思いますけども、やれるところまでこうやってソロで、でまあね、パーティーだとゆっくりこういうムービーも見れないと思いますので、ムービーももう一度見るような設定にしておりますので、ゆっくり見れなかった人にもいいんじゃないでしょうか。自分もね、もうパーティーに気使って常にスキップしておりましたからね、まあ、レベル16と60だから余裕っちゃ余裕ですね。侍もちょっと慣れてきて、まあただねパーティーでやってたからが分からないというね、ちょっと探りながらやっていきます。あれ、ここはなんじゃ、何もないんか、ひょっとして来るだけ無駄。一応案内が出てるね。邪教の宝珠の破壊、壊してるかもしれない。しゃあない。パーティーでやるとどう、当然レベル制限がかかりますんでね。全員16、ここは16かなとかになりますんで、まあまあキーチョークありましたけどね。あ、これを破壊するのか。全然覚えてないな、一回やってるはずなのについていくのに必死だったからね。ついていくというか、1回目はそうか、俺タンクでやってるんだよな、きっと。それでなんか分かんなくなった。
体を、お、宝箱、オッケー、宝箱独り占めですよ一人だといいですね。こっち壺室、届かないか、意外と高いか、倒した後に固まってしまう。あれ高箱取った、取ったよね、何てとこ 見れなかった。あ、こうやって順番にね壊していく感じですかね、祭壇をね。お、赤いのが出た、赤いのいいんだっけ。こんな感じで壊していくみたいですね。いやー落ち着いてできるからいいわ ほぼ一本道ですよね。まあ二つ目の洞窟だからそうか。あ、こいつ逃れよう。まあ60にはなったけど、まだまだこのゲーム最高80だし。全然強さはまだまだと思いますけど、これだったら侍50になった当時でもいけてたかもね。ここまでこれぐらいだったら時間かかるかもしれない。パーティーでやってるとこうやってマップ確認する余裕もなかったもんな。まだ解けない。これだから全部潰してからってことね。ん？俺壊し損れてる。あ、ここにもある。あれでも1個足りないんじゃない？これ。違うんか。これで結界が弱まるから中に入れるようになるってことね。これで宝珠を潰すんだ。2つあるもん、ここ。よかった、間違ってなかった。また取り損ねてる。壊せばいいですね。こういう動きも全然見る余裕なかったからな。こいつはいかんだ。っていうか11にもいたな。
なんちゅう名前だったか忘れた。おう、同じのが出たのか。かぶると取れません。免許すんで、なかなか粘るね。なんか、あ、無敵になってる。これ壊さなきゃいけないのか。せっかく張り切って迷宮を使ったのに。通りで強いわけだ。あ、全然減ってないわけ。強くはない。おお、どんだけおんねん。合わないよ。あ、消えた。そういうことか。一人でやらないとわからないこともいっぱいありますね、これ。張り切ってやったのに。とりあえずクリアですね。はい、こんな感じでね、ちょっとずつ、録画していこうと思います。まあね、これからやる人の参考になればいいですね。はい、それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。